国会の欠席を続け、議場での陳謝の懲罰を拒否した政治家女子48党のガーシー参議院議員に対して、参議院の懲罰委員会は14日に新たな懲罰案を採決することを決めました。当日はガーシー議員に代わり、浜田政調会長が弁明する見通しです。委員会で採決された懲罰案は、早ければ翌15日にも参議院本会議で正式決定する見通しです。